はい。あと。お願い。OK。お願い。次。まあでも今、あ、今私だって分かってればまず OK。はい。そういう意味の。お願い。あ、今のは狙いすぎです。はい。さあラスト。お願い。じゃあうますぎるなら何がうまかったのかっていうのを盗まなきゃいけないんですね。コーチだからっていうのはその理由にはならないですね。今なんかもう僕はここからこう打ってちょっとこっちに行ってるだけで、まあ来たのをもう一回触ってるっていうだけなんですよね。でしかも低いところで取らせてるからストレートに攻めれないし、上げた方がいいです。上げられたら僕はもうにぎ、ああもうまずいなってなるけど、打った後に詰めてるのが自然だからああってなる。そうですね、まあ、そういうのも大事ですっていうのを盗むんですよね。盗むっていうか僕らが言うのは変ですけど、要はコーチがうまいっていうのはそれは当たり前なんですよ。そんなの効率的にやってるし理論も分かってるし自分ができるからそれが仕事になってるわけなんで、それは当たり前で、何を盗むかなんですよね。だからやってるのはすごくシンプルで、別にこんなコーチだから大人げないっていうそこまではやってないです。じゃあ打って寄ってもう一回触った、それだけです。そこを盗めるようにするのが皆さんのまあ役目というか仕事という仕事っていうかな、これを盗めれば、もうちょっと効率よく多分攻めきれると思います、うん、さっきのねその攻める方向が違う、詰める方向が違うっていうのもまあありますよね。詰める方向が合ってればいけたかもしれないので、まあそういうところをまあどんどん盗んでいきましょう。動画見るよりもやって実際にやられてる方が盗むことははるかに効率がいいはずなので、じゃあ交代しましょうか。はい、スタート。まずクロスに、最初クロス。あ、大きいな。アウトですね。はい。うまい。オッケー。はい。お願い。守るのはセンターです。だから、相手がスマッシュを下がりながら打つということは角度がつけられないんで、センターを絶対に守る。でサイド打たれたらもうしょうがないって思うぐらい。でセンターって一番簡単なコースなんです、こっちからしたら。そこが簡単に抜けちゃうと精神的に、あ、またこれでいいんだってなっちゃう。はい。きつい体勢から普通に打つんじゃなくて、きつい体勢からでもなんとかこういうのも必要ね。はい。アウト。基本沈める。沈めるっていうのは基本的にこれは障害物ですよね、ネットは。だからこれを越さなきゃいけないです。
だから山なりなんだけど、山を小さくしたり遅くすれば落ちるから、山は絶対越した上でゆっくりボールは落ちていくようにする、そういう沈め方。そうそうそう。でそれをもう一回やるか、2回目できないならストレートに打っちゃうか、もうロブでなんとかするかですよ。次、ナイスキャッ。ああ十分沈んではなかったですね。沈んでたら今の動きは正解です。はい、そう、 OK。 ちょっと前詰めるのが遅かったですよ。詰めるならもっと早く判断して前詰める。はい、お願い。さあ一回ね、相手に打たせないと。例えばスマッシュの後にバランスを崩してる、バランスを戻そうとしてる人にもう一回打たせる、これが一番いいんじゃないかと。じゃあラスト、ナイスキャップ、お願い。おー、いいボール。それその途中までは良かったですね。沈めて相手を攻めさせないというのは必要ですけど、最後相手が前詰めてきたら、これクロスロブが一番有効なんで、そのボレーでもロブボレーを打てるように、はい、OK、じゃあ交代しましょう。詰めすぎましたね、まあ、ただそれは思い切って詰めたってことだから、でそれでもしやられたら今度は次のポイントからはそのポジション気をつければいいです。はい、おお、ナイスセンター、いい足元。あれはそうね、前衛のボール、前衛のセンターケア、必ずいい足元。はい、いや、もう一回ね。あ、はい、アウト。はい、おお、センターサイド、うまいっすね、うまいっすねはい、 OK、 うわー転んだ方が正解ですね。前回り受け身したらかっこよかったけどモザイクモザイクの怖いな、モザイクだと。おお、オッケー、オッケー、はい、いや、やることは合ってますよ、沈めようとするのは合ってますよ。はい、はい、いいね、いいね、悪くないです今のね。ただ今の全部ノーバウンドで取らなきゃいけないってことはないですよ。ちょっといけるんだったら下がって落ち着いて処理してもいいです。おー、ナイスショー。まあ思い切り打たれましたね今のは。もうしっかり構えておくしかない。ストレートがないな。ストレートがないな、一個も。
ナイスキャッ。お、取っちゃった。ラスト。もう一球、もう一球。まださすがに打たれちゃう。おおおお、ナイス。OK。でも僕はわざと今1本目ポーチ出たんですけどね、もうその時点でもうやりますよっていう意思表示なん でそれがストレートが1回もあれ以降来ないなってなったらやっぱ出られますよね。あ、前出てるって気づいてももう後ろの人はもう遅いですね。だからその前衛が動く動かないっていうのよりも、まあ、自分が思い切って判断して迷いなくストレートに打つとか、まあ、あと騙すっていうのも必要だし、ストレートがほとんどないなって分かられてしまうと、あ、またクロス打ちたいんだろうなってことで、それで前衛が邪魔するっていう。一回出られてしまうとそのコースがなんか記憶に残っちゃって、だんだんね、うん、ここに打たれたからここばっかなんか意識になってセンターが湧いちゃった。相手としてはそう思ってくれた方が楽ですよね。と思って1本目出たんですよ、わざと。あんなとこ出ないじゃないですか、普通。うん、でそれを出られたってことはやっぱこれクロスが甘いんだとか、もっとちゃんと打たなきゃって思ってくれればくれるほど、こっちはああ出ちゃおう、どうせクロスしかないし、でそれでストレートにパンって打たれたら、ああこれストレートも打てる人なんだなっていうことで、ちょっとまたフェイントかけたり、変なにむやみに出るのはやめようってなるから、だからまずストレート見せ球でもいいんでしっかり打っとくのが大事です。ストロークでも、まあ、ストレート打てるんだよっていうのを相手に見せる、見せておけば後半でじわじわ効いてくるんで、その辺もやっぱり意識しておくのがいいかなと思います。